豊本くん、起きて。私の初めてのブレザー見てもらおうと思って。1年年上の飯塚先輩はうちの野球部の元マネージャーで、先輩の通学路途中に俺の家があるから。朝練だよ。よく起こしに来てくれていた。なんで俺にだけそんなことしてくれるのかなと思っていたら、頑張ってるあなたを見ているうちに気づいたら、その好きになっていて、ずっと好きだったの。え、それでその付き合ってもらえないかなって。はい、よかった、嬉しい。豊本くんの志望校って私が行くとこだね。また一緒に学校行けるね。あ、でも結構ランク高いとこなんで勉強に集中しないと際どいっすね。そっか、じゃあ試験が終わったら彼女にして。絶対だよ。おお、今までのセーラー服とだいぶ雰囲気違いますね。大人っぽい？そうっすね。豊本くんはついに3年生だね。憂鬱ですよ。勉強漬けだし、部活も引退だし。そうだよね。野球してる豊本くん見れなくなっちゃうのは残念だな。でも試験が終わったら付き合うんだもんね。はい。春休み返上でずっと勉強漬けっすよ。頑張ってるんだね。わからないとこあったら教えてあげようか。先輩、ちょっとスカート短くないっすか。え、そうかな。ありがとう。手を握るとかカップルみたいじゃないっすか。そう？このくらい友達同士でもするよ。男の子の手を握るのは初めてだけど。いい匂い。そろそろ行こっか。はい。なんかすごいことしちゃったね。そうっすね。これから試験が終わるまで今日みたいなこと我慢できるかな。どうっすかね。どうかな。